お。おお。プレイヤーセレクト兄貴のすべて。しまった。間違って、プレイヤー操作してた。雨。何すかそれ。今のプレイヤーセレクトの画面だったっけ。今の兄貴のすべてっていう BGM しまった。兄貴のすべてというサントラだったと思う。という曲がこの中に入ってるんですよ、 iPhone の中に。いや、兄貴のすべて。そう、兄貴棒ネタもう入ってますね。超兄貴、そう超兄貴で検索するがいい。兄貴この時はホモネタっていう感じじゃないんですけどね、曲がいいんですよ。兄貴呼ばれたことないな。兄貴何定食、こっちじゃなくPC エンジンのゲームです。そう、 PC エンジンの、そうですよね。iOS 早速か。またサムソン、そう兄貴は伊賀店か、ぬるみ川。そう、メンズビーム、メンズビーム。おう、ターネル、あ、トンネル。エソジソ、ズソか。ヤエモン、イベントありがとうございますかな。あの曲面白いですよね。バレる。なかなか、あ、ラーメン屋さんありがとうございます。まだ調べてもらったんですね。うわ、最後きついな。もうあと100メートルないぐらいかな、標高差。冬季閉鎖か。冬はこっち抜けられなくなるんですね。さっきの超兄貴の曲の中ではドイツ人、ジャーマンとか好きですね。あの聞いた瞬間のインパクトとして。峠、なんだっけ、滝の沢峠だっけ。もう少し、あと一海よりランドぐらい、一ランド坂ぐらいだと思います。一の木、どちらか一の木。早速ありがとうございます。今の聞こえましたかね。たまに山の中でこの声聞くんですよ。あの、なんか、コワウーとか、コワーウーとかいう感じの
鳴き声が、あれ鹿ですかね。雪だめ。お城から、あ、そんなに近いですかね、近いですかね。いや、鳴き声なんですよ、動物の。アオバト。か、わかんないんですよ。前から山の中で聞くことがあるけど、何の鳴き声だか、未だにわからない。多分、鹿とかそういう感じの動物じゃ。え、鳩ですか、あの声。じゃあ、アオバトの鳴き声で検索してみようかな。なんか、こわうというか、おわうというか、あ、コクワだ。崖のおもちゃみたいなあり方してる。ご飯はちょっと行けばありそうだね。ご飯、あ、でも昼ご飯も食べました。コクワがいる。手につかまらせられるかな。やった。オオホケキョだろ。ああ、避けた避けた。トンビとかじゃない。あ、車来た、やばい。捕まれ。バカにされてるんですよ。よいしょ。ん、バカに。ここはゲット。アオバトですか。ここは写ってないかな。ちょっと写真で綺麗に撮っときます。しぼり優先にして。そう、ここはです。今映像来てないんでしたっけ。寒さのせいか弱ってますね。ミヤマクワガタかっこいいですよね。やった。映像来てないですか。ここはいますよ、今。ここは今グローブに捕まえて、捕まらせてます。グローブに捕まられてるからパソコン操作ができない。まあいいか。はい、あ、ダメだ、全然離れない、グローブの上だと。よっと、おい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 、はい、離れなさい離れなさい。よっと、あ、あれ今どこ行った。水の中落ちなかったな。あ、水辺の近くにいる。よし、ふう、ダニとかついてないかな。ふう、GoPro にはたっぷり映ってたけど、配信にはいかなかったみたいですね。残念。振り回すんじゃなくて草に捕まらせればよかったな。信号、これは完全停止。それか
この前電池切れかな。言ってる。電波ないのか単に。峠まで着けば、でもまだちょっとあるな。この辺り電波ないんだっけ。お、なんか来た。あ、最後の延長か。よくあるある。お、動いた。どれどれ。ハートボタン、うん。繋がらないな。いや、来た。登り速度は、あ、上がった。復活した。さっき電波なかったみたいですね。コクワガタの映像来てましたか。コクワガタ、こんな時期にコクワガタいました。
やった。コクはコクは。来てません。あ、来てませんか。そういう時のために、そういう時のために撮ってきましたよ。ほら、コクは結構立派な綺麗なやつでしたけどね。動きは鈍かったです。コクは、うん、割と大きいですよね。コクはにしちゃなんか立派なやつでした。500円でもう弱ってたから長くないと思うんですけどね。時期的にも挟まれ、え、クワガタ類冬眠しますかね。クワガタ類はもう一夏でお亡くなっちゃうんじゃないんでしたっけ。冬眠するんでしたっけ。冬眠、冬眠しないですよね。木の裏にたくさん隠れてるクワガタとか見たことない。一夏で亡くなるんじゃないんですかね。何年も幼虫で過ごしてきて、で夏に出てきて交尾して、あ、クワガタそうなんですか。セミみたいなもんだと思ってた。冬眠するのかクワガタって。あ、本当に冬眠するんですか。へえ、知らなかった。知りませんでした。へえ、じゃああれは弱ってるわけではないのかな。ただあのぐらいの速度なんだけじゃのそのそしてました。カブトはそうですよね。そのイメージがあって、カブトとクワガタ違うのか。そうなってるんで、あの突起が1個か2個かの違いだけじゃないのか。体の形も確か全然違いますよね。そういえばカブトムシはなんであんなに断面が丸いような形してるんですかね。クワガタ、ね、あのクワガタあんなにスリムに薄っぺらくできてるのに。へー、初めて知りました。また角、角、また昆虫博士に一歩近づいた。で、もうすぐ峠のはずです。何してるの。峠登ってます。で、この後は峠下る予定です。で、今日の宿は温泉宿。てか温泉メインでやってるところが宿泊棟も別に作ってるような感じでしたね。ホームページのを見ると、一泊素泊まり4200円、朝食つけて4725円。音声楽しみって別に配信しないですよ。温泉は写真は見せるかもしれないけど。よし、この先だ。入浴し前、前アーツさんと八丈島行って、あの保育所さんの車レンタカーで連れてってもらった温泉入った時に、アーツさんが普通に私の裸撮ってましたね。写真びっくりしました。写真見せられて、ちょっとこれ勘弁してくださいって言いましたけど。手振りに、え、バイクで。予定ルートは一応この後たどる予定です。そう、普通に撮ってましたね。腹筋割れてない。びっくりしたよ。自分の裸客観的に見たくねえ。手首か。男性、5万、マジで5万、5万で嫌がらせやるだろそれ。もうすぐ、もうすぐ峠。キノコ、
見えるかな向こうに。まだ見えない。で問題はここからの下りの寒さなんですよね。一応西側に下るから正面から日は受けるけど、あがみで教会結構わかります。あそこ左曲がった先か。もうね、マジっすか。どこまで気にするか、確かに人にもよるし国にもよります。国とか、まあ、風習みたいなもんですかね。風習じゃないけど価値観というか。ここ最後きついですね。でもいい。抵抗、ああそうでしょうね。言いましたよ。なんだっけ。今ジグザグに走って勾配を薄めてます。いや、ビアンキも3段のやつです。クロスバイクだけど、マウンテンバイクコンポなんですよ、これ。確かアセラ。タスコギ。最後きついとこ写真撮ろう。撮るために山なく立ち止まろう。ほぼもうすぐピークです。最後はきついですね、ここ。そう、ただ今日の下りの方は寒さに耐える仕事が残ってますね。耐えられなかったら黒石温泉郷で温泉入っていく。100円のっていうのは黒石温泉なんでしたっけ。なんか100円の土建屋の温泉とか、赤とんぼ、赤とんぼ綺麗。あのカーマインレッドっていうのかな、紫が少し入ったような、開いてしまった。このぐらいだったらいつも峠越えてる中では大したことはないんですけどね。今回は久しぶり走ったのと、今日で7日目なのと、あと荷物が最大の荷物の状態なんで、最大積載状態なので、黒石は市の方と温泉郷は別ですよね。温泉郷はダムのとこにあるやつ、ダムの少し下かな。ヨンパニア、私は前キャリアつけたこと、前にキャリアつけたことまだないです。フロントバックしかない。よければ前後パニアはまだやったことないですね。座ってないと、あ、そういえばあまりしなくなってますね。どうした。で、展望台があるけど、これって見えないじゃないかな。8% は体調次第かな。インド。シートポスト、どうかな。シートポストだったら尻に響いて、わかりやすいんじゃないかなと思うんですけど。で、これ、尾根沿いの道とこの峠から、峠登り降り、する道が、あれ、コースターじゃなくて、定時路か。こっちの右の方に行ったらまた、今登ったのよりプラスアルファぐらい登ったら、あの北側から十和田湖見下ろす展望台があります。なんだっけ、お花部山展望台だったかな。そっちは今日はやめて、さっきの南側からの展望台行ってきました。ランシングで完全に日本してなかったよね。ランシングで、なんですかね。フレームにひび入ったりしてるような状態だったら、止まることはないと思うんだけどな。ふぅ。さて、いろいろ着込まないと、ここからは。
し直し。マイク？いや、胸元につけてます。GoPro は撮れてます。大丈夫です。ありがとうございます。たまに1時間以上撮れてないことありますからね。気がつかないでいると。とりあえず展望台は望み捨てたと思うんだけど見てみます。まだ涼しいですんで、今。風が吹いてきても気持ちいいです。今映像なしなんでしたっけ？展望台行ったら、で展望があったらポタファイ再起動しますかね。あ、映像来てますか。よしよし。どれ？あ、意外とある。やっぱり木は邪魔になってるけど、そこそこ見えますね。まあまあ。じゃあちょっと今映像をきれいにしますね。設定変えます。写真撮って、ああ多分この辺り木もうちょっと取っ払ったらさらに見えますね。あれ何個まで来ましたっけ。うん、墓峠の方がやっぱきれいですね。で昼にここ来たら北側だから逆光かと思ってたら、待って違うか、左上だから、そうか、今右手の方に台湾のか。今これ十和田湖展望台っていう、あ、映像綺麗な状態のままで走ってきてた。今日全くですね、昨日も晴れてたらよかったんだけどな。奥入瀬渓流で遊覧船がまだ降りきった。まあこのぐらい本当は大したことないんですけどね。この私でも 300m ぐらいの標高差だったらまあとか思っちゃうんですけど、奥入瀬天気のいい日見たかったですね。綺麗でした。だから今日天気いいからまた戻って下って戻るっていうのもちょっと考えなくもなかったんですけど、さすがにそれで弘前方面諦めるのはもったいないなと思って、まあまたの機会に5年とか10年後に。エベレストエベレスト分かります。私はこの景色とっていうか、なんか平地をずっと巡航するのがものすごい苦手なんですよね。ゆっくりゆっくり山登ってるやつ、登ってる時の方がなんとなくいい印象が残ります。楽しかった印象が。そう、パスハンター、確か峠の数200は行ってると思うんですけどね。200行ってないかな。でも最近新しい峠全然行ってないから100台かもしれないです。100個は確かあったと思う。200行ってますかね。でそれは本当にものすごい時間かけて登ってますよ、どれも。最近特に遅い。さてじゃあ着込みます。宿まで42キロです。42キロ、あとは下りだから42キロだったら、峠マスターはもっとすごい人がいるんですよ。炊き込みます。あ、そうか、もう終わりか。予約、そうですね。今、聞き込んだら予約します。次の枠。冬場には必須な薄いフリース、これと道の駅まで、ああなるほど、これとウィンドブレーカーの組み合わせは最強です。今ここは滝の沢峠ってところのはず。下りの寒さが心配です。
指出しグローブで耐えられるかどうか。何とウィンブレだけで摂氏5度。よし、カルデラ湖の縁はきつかった。おやつまだ。そんなに寒いのか。結構寒いですよ。5度。天気はいいんですけどね。よいしょ。今まだやっぱり15度ぐらいなのかな。下りは思ったよりも体温が奪われます。下り寒いんですよね。冬場の下りは本当どっか持ってってほしい。誰か位置エネルギー上げるから。てか下りだけ風防欲しいな、自転車に。あのピザ屋スクーターみたいな。結構31度。全くぬくぬくしやがって。でちょっとうん、本当に嫌いなんですよ。鼻水ちょっとあのささくれが引っかかりそうなんで、そこからちょっと引っかかり気味なんで、このツールナイフのハサミはささくれ取りに最高です。このためにツールナイフ持っててもいいぐらい。ツールナイフのない、これブレードレスっていう、こういうこれしかついてないやつなんですよ。ニッパー意外と荷物少ないんだね。少ない、あ、そうですかね。こんな感じ。ビクトリノックス。こんな小さいハサミめちゃくちゃ便利ですよ。爪切るのにも使えるし。今ここもお願いします。あ、今ここ切れてますかね。と、こっちがドライバーか、ドライバーとか栓抜きなんですけど、これですね、あのナイフ類似品ってことで、あの飛行機の機内に持ち込めないんです。せっかくブレードレスの買ったのに。持ち込もうとしたらダメですって言われました。まず、あ、そうだ、忘れないように今ここ出しとこう。おいくらですか。おいくら、これは確かいくらだったかな。2000円しないぐらいだったと思います。今ここ、これで、うん、預けることはできますけど、ちょっとめんどくさいですね。だから、預け、そうか、預けには、そうそう、自転車とかを預けるときに一緒に入れといてしまえば大丈夫です。アマゾンで確か買えると思う。あ、でも今のも、今このモデルあるかどうかわかんないです。じゃあちょっと枠取っときますね。次の枠。ささくれ切り、そう。あ、なんかネロさんがやってる。日野、アンドロ社祭日野って書いてあるから、これは水汲みだな。絶対水汲みでしょう、これ。ハイジャック、うん、そうですよね。まあでも過剰にしといて悪いわけじゃないから、もうそれ以上緩めないんでしょうね。爪切ったイベントありがとうございますかな。これ今やってる放送 の情報を再利用できないのがめんどくさいな。こうして、金枠？あ、出勤枠。また、なるほど。お、いらっしゃいませ。峠は今ここに、峠です。今日最後の出勤か。ご苦労様です。いやー、ご苦労様です。黒石から弘前。今日は、十和田湖から、あと何日休みなの？あと土日休みで終わりです。ご苦労様です。優越感枠取りあ、こっちじゃない、こっちだ。どうすんだっけ。出勤配信、うん、どういうことですか。出勤配信でどういう今どこから繋がった。コロナゴロード持ってるんですか。大体日本制覇しましたか。
日本、長崎県は自転車で走ってないですけど、まだちゃんと走ってないとこいっぱいあります。出勤配信とは何か。今次は予約中なんでちょっと待ってくださいね。こうしてで、ルート1のこれをコピーして、またぎ、この辺りですか。限定、あ、エンデューロで、あ、なんかエンデューロでロード乗ってたな。で、こうして、よし、車載、あの、なんかバス会社が普通に使ってる、普通に使ってるらしいですよ、らしいですよ。予約する、した、しました。うん、OK。また佐渡に来て。佐渡か。佐渡ヶ島、そうですね。ああ、でも島ケイトは、私はなんか佐渡ヶ島も良かったけど、淡島の方が妙に印象残ってるんですよ。淡島なんか1週半、2週したんだっけ、1週半だっけ。佐渡ヶ島は何年前か忘れてしまったぐらい、昔に10年経ってると思います、多分。ああ、いや、10年経ってないか、10年弱ぐらいじゃないかと思いますね。風邪ひいた時の、そうそう、田代島か、猫の島ですね。猫全然、ほとんど猫はなかったもん、あの時。よし、じゃああと11分ぐらいこの枠をやります。さて、どんぐらい寒いかな。うん、いい。生送信。あ、GoPro チェック。そうですね。もう、あと1時間持つんじゃないかな。うん、あと1時間42分ありますね。ん？なんだこの表示。1時間30秒？おぉ。そうそう、スムジカゼマウティグラウンド。なんかの歌ですか、それ。知らないですけど。 90% の話は一遍もう、あの、さっき電池交換しました。あのベンチのところで、あの十和田港沿いのベンチのところで。ちょっと10秒待ってください。9 7 6 5 4 3 2 1 0 59 59。ああ、そういう風に出るのか、なるほど。 GoPro あと1時間です。あと、その GoPro に合わせる音声の方もちゃんと録音が続いてるかどうか。途中でマイクを一旦引っこ抜いたりしたから若干不安なんですよね。OK。5時間45分。そう、夜映してます。そうしないといっぱいになっちゃうんで。草の匂いここはしないですね。グリーンのターゲット。ん？プロゴルファーは猿かな？バトルゴルファーは骨髄かな？だいたい100ギガぐらいいきますね。多いと128ギガフルで使ってしまいます。今日は9時からスタートだから。タチコさん元気ですよ。誰？何を食べてるの？ん？大きなクレープケーキ、三種の秋の味覚。無添加さんいらっしゃいませ。もうあんたは無添加さんだから。甘い。 100GB ってSDには入りきらないでしょ。あ、だからあの 1TB のポータブルハードディスクを持ち歩いてます、今。あの、9日間の旅行だと今で持ち歩いてると 500GB のやつだと張り切らないっていうのが分かったんで、うん、今日の宿はコメントで教えてもらった、なんだっけ、うん、そうそう、忘れた、宿の名前何でしたっけ。なんだっけ。ああ、バナナ最中ですね。あ、坂井関、ありがとうございます。もう忘れた。そうそう、ぜひぜひ。そのハードディスクなくしたら、今回の旅行がですね、これハードディスクなくしたらな、考えたくないな。このハードディスクなくすことは考えられません。名前もハットに移し
や、その名前も。やさぐれるよ。ん？やさぐれますよ。超やさぐれますよ。よし。さーっと下るだけ。もうここから宿まで一回もペダル漕がずに行けるはず。似たしますね。しかし、たったこんだけの登りでは時間かかってるな。一回も漕がずに。うん、一回も漕がずに。ノブレーキ。ノブレーキじゃない。漕がない。ペダルを漕がずにどこまで行けるか。ちょっとこっちからの写真も。うわ、いきなり切れた。これ切れ方わかんないな。例のアクセスポイントが、別のアクセスポイントつなぎに行ってしまってるなんてことここじゃ考えられないから。さあ、早くさ、早く。あ、違う、これポタファイの電池切れか。まあ、このタイミングで起きてくれてよかったけど、やっぱり。ポタファイは大体、おぉ。やばいやばい。今ので、何が出た？GoPro の録音は継続できてるかな。今、パソコンが落ちまして、このウェブカメラの前、ウェブカメラのケーブルと、スピーカーのケーブルが引っこ抜けた衝撃でなんとか地面に激突せずに済みました。怖っ。そうだ、これ電源つながらないと。こんなことで性格壊れるんだな。今回は半日、丸半日でだいたい切れます、本体のバッテリーだと。だからこんな風に繋いでおかないといけないんですけど、持ち歩くことが多いんで、今みたいに、電池切れ起こしますね。先行して、電池切れ、バッテリーにつないで放送再開準備中です。あ、とやる前こっちの方が早いか。言ってる間にもう次役になるな。ちょっと日に当たって体が温められていいな。もう3時か。下りだからアベレージ20キロ仮に出せたとしても夕方5時か。まあやっぱ6時7時いいとこだな。進みますかね。手間だか。
ああ、次なくなるな、これだと。ダメだ。FM。豆ライブがハングしてる。もうここで次はいいか。の方に行こう。15時からの枠につなぎます。あ、そうだ。あ、録音続いてますね。ちょっと電波があったらすぐそこまで戻ろう。進めないこれじゃ。で、まあ、このところが外れた。今さ、本当に衝撃あったかな。なんで繋がらない？今度こそ。よっと。あ、巻き込んだ。よっと。これでどうやったって落ちないだろう。向こう側から電波入ってるんですかね。お、自転車だ、珍しい。あとバイクの人はそういやとするって言ってた、言ってなかったっけ。青森つながんねえ。こんにちは。こんにちは。中か。悪くないはずなのに。なんで？
さん来た。おお遅い。ああ小さくなってる音が。早く来い。なあ。あ、刺さりきってない。こうだ。さあ来い。さあ、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 あ。ああ、大変お待たせしました。今これできましたかね。もう嫌だ。ボタファイ切れてから復帰させるときなぜか必ずトラブルが起きる。兄貴。向こうに映ってる人たち映ってるかな、あの人たち。自転車の人が2人登ってきました。ふう、お待たせしました。下ろうと思った矢先にボタファイの電池が切れて、うん、あの、で、枠につなぎ直そうとしたら全然つながらないんですよ。で、そうこうしてる間に、あの、パソコンを2回落っことしまして、だいぶ傷がつきました。なぜかパソコンを2回落としました。枠に接続しようとする作業の間に。だけどなぜかあのマイクは切れなくて、ウェブカメラと、お、行ってらっしゃいました。液晶がちょっと心配なんですよね。そう、起動できるわけだと私もさっき同じようなこと言いました。よし。物に、あ、先に、お、ロードとクロスバイク。でこっちが来たらなんか電波ないっぽいんですけど、植物、うん、今の自転車の人だ、自転車の人たちです。下り返し、あ、やっぱ寒いな。これがどのぐらいまで寒くなるのか。ちょっとマイクがちょっとマイク直す。短パなんですよね今。こうしてマイクつけて、首締めて、首じゃない、襟元締めて、これでいいか。トチの実がいっぱい落ちてます。早速電波なしか。しかし綺麗。まあ枠延長できるまでに電波のあるところまで行ければいいか。寒い。荷物はかぶれたり落ちそうになったりしてないよな。こっちに入った途端に電波ないんですね。なんとか指切りグローブでも耐えられてはいるけど寒いな。
お、来た。ないねー。よいしょ。で、一気に来ましたね。ってことは、そこそこ、ここで。エリア的にはどうなんでしたっけ？あ、またダメだな。電波、ないですね。進めば、あると思います。風の音、あれ？ウェブカメラの音になってないか？いや、違うな。ちゃんと USB マイク音ですね。やった。やっぱ寒いです。全然耐えられないほどじゃないんですけど、寒いです。不快です。電波ないですね。でも全然ないようなところは今日のルート上はなかったと思うんで、少し息あるでしょう。いけいけ、そのままだ。でも下りは上り以上に気をつけないと。うん、多分どっかで繋がるでしょう。ていうかコメントは聞こえてる。規制状態かもしれないですね、これは。まだ半分、しかしもうあとは下るだけだ。とりあえず、わーでも綺麗。とりあえずこの木陰がなくなってくれればだいぶ高くなるはず。太陽が当たるようになれば温度は全然違うはず。アベレージ20ぐらいはいけるんじゃないですかね、山道の間。AU は山に強いんですかね。電波の質ってことはないですよね。どこに基地局を持ってるかの違い。ああ綺麗。肉眼では綺麗だけど、ウェブカメラとか GoPro じゃ明暗差が激しすぎてダメかな。デジカメの HDR で撮るとこんな感じです。ってこう覚えておかなきゃいけないから難しいな。まだ寒いな。山の影か、これは。寒い。
横の渓流もなかなか。あんまり綺麗に見えるとこないな。そうか、奥入瀬渓流のところはガードレールがなかったんだ、そういえば。電波来ないな。お、来た。どこも。お、道広くなった。ん？寒い。寒い寒い。今山の影になってて。今は眉毛つなげてないで、もっとやることがあると思うぞ。実際ではすぐこんなとこに建物が。お、保養所か、こんなとこに。ちょっと体温めるのと、スタートボタン、開始ボタンが押せる状態になってんじゃないかな。あ、やっぱり。あ、いたいた。また配信開始ボタンが、を押してない状態に戻ってました。
寒いです。今ちょっといや今ずっと山道下ってきて、あ延長、あまだ分かんないですね。まだ山の中です。ぬる川かな温川かな、保養所っていうところの前で今日向ぼっこしてました。寒いっす。南貨物ぬる川ですかね、これ保養所、まあ別荘みたいなもんで今誰もいないみたいです。あ今ここどれどれ、温泉郷があるんですか、ぬる川っていう。これから黒石温泉郷に行こうとしてます。山荘みたいなもんですね。山荘、いや寒さですね。でもあ寒さ、冬の寒さとは全然違って、あの深いなって、深いであるぐらいの寒さです。うるみ川、これは何事。おこりゃあったかいんですね、ここ湧いてますね。なんか私はこういうの見ると、あの温泉のやる気がにじみ出てる感じが、あ、そういう普通にそこら辺の脇、こういう湧いてますね。なんか温泉が有り余ってる感じが、溢れてる感じがしますよね。あれ入る気にならないな。だいぶ汚い溝の中でした。なんかこう道端温泉、港南バスの売り地、売地源泉、あーそうかもしれないですね。この橋大丈夫か。よっと、安いでしょうねこういうところ。よいしょ、うん、こう青森そうなんですか、てか少ないのか売ってるなら。安らぎの駐車帯ってあちこちあるんですよね、青森県内に。安らぎの駐車帯つもり今どうでしょう。あれは民家かな、しかも戸締まりしてあるわけでは、あちょっとわかんないな。こんにちは。ゆとりじゃなくて、あれなんだっけ、あれなごみ違う、あれ、ああ銭湯が温泉で、温泉も安いですよ。3、400円のところ結構多いです。ああ日が出てるとこ少ない。もう山陰になってずっとあの寒くなり続けてるエリアが多いです。で、そうそう、福の銭湯の300円台だったら東京の銭湯より安いですね。東京の銭湯今400円かそれ以上でしたよね。横の経理もなかなかですよ、なんかも。で、なんかあの奥入瀬経理とどう違うのかなと思ったら、ガードレールのあれなしが違いますね。奥入瀬経理確かずっとガードレールなかったと思う。あ、この辺りはぬる川、ぬる川温泉地なのか。ぬる川沢、あれシャッター速度が 0.6 秒になってる、危ね。温泉郷って感じじゃないな。なんかもう夕方っぽいですよ。よく見たら3時半近くか。うわ真っ暗だな、これ宿に着く頃。しかも寒い。安らぎの駐車か、安らぎって文字でさっき口で言ったのにもう忘れてた。でも今は安らぐ必要なし。この夕暮れ到着予定7時ぐらいかな。あと何キロ、40キロぐらいまだ残ってるんでしたっけ。30キロ距離、30何キロ台じゃないですか、そんぐらいですよね。ですよね、私の予想では37キロだと思う。
人に聞くな。そうですね、いや大丈夫、最終的に間に合うことが多いから。いや山道こけが、40ぐらいでしょうね。2時間中下りだからそんぐらいでいくかな。まあ下りメインなんで、でも下りメインだからって時速100キロで行くわけじゃないんで。いや途中からは街の中です。弘前の郊外に入るんで。今日の昼飯か、なんて言ったらいいんでしょうね、あれ、せんべい茶そば、せんべい茶そばです。ん、旭川お寿司、せんべい入りの茶そばでございます。茶そばの茶は麺に入ってるんじゃなくてつゆの方に入ってますという、なんか一風変わった感じの茶そばを。でも割と美味しかったです。濡れせんべいとはちょっと違うんですよね。あれ濡れせんべいは焼いたやつ、いやこれも焼いたやつか、そうオリジナルとんべい。お茶漬け、いやそばのお茶漬けではなくて、せんべいをどん兵衛の鴨ネギそばをお茶で作りました。お湯じゃなくて、山の中のトイレの水借りようとしたら雨水って書いてあったんで、決して飲まないでくださいみたいなこと書いてあったから、で水筒の中にあったお茶を使ってどん兵衛作りました。でそれにこの近くの展望台の峠の展望台の近くにあったせんべい、こちらのせんべい汁に入れるせんべい買って入れたら予想外に美味しくて、どん兵衛 の味っていうのは緑茶ごときじゃ勝てないですね。後味に渋みが残るぐらいにしかそのお茶成分が残りませんでした。どん兵衛すごい、なんていうかカレー並みの破壊力ありますね。カレー並みに他のはい、あ水、いや私は自分で判断しましたよ。雨水だったらそのずっと溜まってるわけだからさすがにちょっとどうかなと思って。お、いらっしゃいませ。ん、恐れ山ですか、去年行きました。この惑説明の過去に走った動画一覧みたいな URL 開いていただくと2012年の9月ぐらいに恐れ山の動画があるはずです。それをご覧くださいませ。恐れ山はなんか天気良くて綺麗でしたよ。嘘リコ。あ、自動延長ちゃんと聞きましたね。あとは延長終了詐欺があるかどうかですね。ほんの少しレコーシャー、そうそう、バイクで来る、手振りに来るって言われてた人いましたよね。私がだいぶもたついてたからどうだろう。黒石温泉郷に入ってったら遅すぎるかな。まあどうせ今日ゴールも温泉地だし、まあ温泉郷の温泉街ぐらいは。ん？一日一回。うん。もう土日ですね。そうそう、もう私だけが休んでる。ん？津軽りんごは昨日ホテルのフロビーに試食で出てたやつを横からいただきました。めちゃくちゃ美味しかったな。風呂上がりの生りんご、実りんごで、その後りんご 100% ジュースを買って飲んで、青森のりんごは抑えた。確か三戸で作ってるりんごジュースでした。生りんごうまかったですよ。おお、果物のりんご食べました。美味しかったですよ。一切れだけですけどね。今の時期ってまだ今年の分の、今回この冬の分のリンゴはできてないですよね。あ、なんか日に当たってもそんなに暖かくなくなってきてる。ジュースは確かそうですよね。生食用、贈答用とかのやつはもっと極端に選別されたやつですよね。リンゴの生クリーム、ダム
ああでもあったかいな。さっきまで山の中でずっと木の天井、木の間、林の中走ってきてたんで寒かったんですよ。日が当たると全然違う。うん、今寒いです。かなり冷えてきてます。まだ指出しグローブで十分いけるんですけど。全く太陽の恵み、核融合してるボールは、この核融合光線がすげえ暖かいですね。この辺りは嫌な言い方だ、笑ん、嫌な言い方何でしたっけ今、何言ったっけ。今言ったことは忘れました。9000円払ったことある。ある。一体何に9000円というと、あ、核融合光線のことか。でも実際あれ核融合の光ですよね、太陽。核融合の恵みによって我々は生きてるわけですから。あ、ちょっと待ってよ。黒石はまだですよね。ここは沢上温泉。セレンコフ、あれ何でしたっけ。水の媒体の中だと、光が高速超えてどうとか。核融合と核分裂別ですね。黒石温泉はまだ先ですね。道の駅の向こうだもんな。爆発する、大変だな。沢上温泉はちょっとこっち側の道通ってみましょうか。多分こっちが旧道というか、人が住んでる方だろうから。融合。そうそう、爆発してても、そのな、例えば5光年だったら5年間は分かんないわけですからね。これなんか普通の住宅地っぽく見えますね。住宅地っていうのか集落っていうのか。温泉入れそうなとこなんてないな。でもってもうこれで終わりか、この道というか、人が住んでるだけな感じでしたね。家があるだけ。沢上温泉って書いてあるのに、うん、やっぱ沢上温泉って書いてある。あれのどっかもしかして温泉やってるんでしょうかね。あーでもやって山から抜けてきた。白衣、なんか医者顔とは言われますけどね。コンビニ見てないな。ん、集落は、あ、あの辺りですね。あー随分道が広くなって個人宅に。さっき入ったあのとこしか沢上温泉って書いてなかったから、あそこのことなんですよね、おそらく。のどかで勾配が緩くなって日当たりが良くなってきた。気温はそんなに変わらないな、下ってきたのに。標高330まで下ってきましたよ。確かさっき越えた峠は700ぐらいだから、かなり下ってるはず。お、日の宮倉がある。この辺りは葛川っていうのかな、平川、葛川、青森は最高9。いや、青森限らずどこでもそんな気はしますけど、迫力の、さっき山の中のそうですね。でも私が寒い寒い言ってるだけですよ。うん、閉鎖ゲートらしいものあったっけ。ちょっと見たかもしれないけど覚えてないですね。日の宮蔵、そうそう、普通こんな風に建物の横に日の宮蔵が建ってるもんですけど、この間、この間湯沢のあたりで見たやつだったかな、は建物の上に櫓が乗ってましたね。あ、乗ってるんじゃないや、櫓が太くてその中下に倉庫が入ってたんだ、倉庫が収まってたんだ。確かに湯沢のあたりだったかな。いや違う、柵に下る時か。ロ、ああ、矢倉ですね。そう、珍しいやつは確か柵に、いや、炉の下が幅が広くて、そうそう、倉庫の
炉の下が広い中に、や、倉庫が1個丸ごと収まってる感じでした。ああいうの初めて見たんで、暖かい。この先はちょっと勾配が緩くなっていて、風向きによっちゃ漕いでも漕いでもというか漕がずに進む状態じゃないかも。鳥、虫の声も聞こえますよね。お、こけしの、こけしの森、シロアリに強い青森ヒバ、こけしの森。こけしって青森でしたっけ。ツバルか。トンボが止まってていいな。暑い。ん？こと？半分？まだ半分？もう半分過ぎてない、過ぎてるんじゃないですか？過ぎてますよね。こけし。純金こけし。ああ、なんか村越して1億円とかそういうやつですかね。1億円やるからなんかやってみろみたいなことを。過ぎたばかり。そんなはずはないでしょう、まさか。いやいやいや。そんなんだったらあと7時間ぐらいかかっちゃうじゃないですか。面積の雑草の生え具合が何とも言えない。なとも言えませんね。趣深いですね。またまた、あの継ぎ目のところ思いっきりなんか草がもっと生えてて、こういうところは目でされないのかな。うん、続く谷ですよね。なので、ここから先はまあ景色眺めながらテレテレ。実は、あ、30キロ近いな。うん、綺麗です。ん？人が、なんじゃこりゃ。これすごいですね。これ花壇？花壇？なんかあんまり彩りないですけど、花壇かな。よっと、なんか悪口言っちゃ、悪口っぽく言っちゃダメですね。なんて、縁石も見えなくなった。多分今これ下に縁石、石があるんですよね。あ、いや、途中からこれ、歩道なくなってる。どこでなくなってたんだろう。自然になんか、草むらにつながりましたね。まだまだだな。人が。動かされた。10キロか。そう、下り最速。まだちょっと寒いかな。童話線に帰ったんだ。うん、ここはソフトクリームには食いたくない。あったかいコーヒー飲みたいです。お、どれでも1個100円。今リンゴっぽいのが見えたけど、もうリンゴ出てる。ん、水、あ、水落とし。どれでも100円。え、これで100円。あ、本当だ、100円だ。これいつのリンゴなんですかね。え、今年のリンゴこれ。リンゴ空手チャップで真っ二つに。空手チャップ。安い。これ今のリンゴなんですかね。じゃあ、温かいソフトクリームを。温かいソフト。かなりのサイズの4個入って100円。こんなに食うかな。リンゴ好きどうだろう。どれが甘いとか甘くないとかあるんですかね。今年のですかね。じゃあ買う。重いけど買う。よく入れて100円だったらまあ失敗してもいい感じですよね。うん、
どうだろう今の。安っ。どれでも酸っぱいのかなこれ。重いんですけどね。お餅みたい。あら、大豆かな。ちょっと待ってください。まず写真撮って。安っ。よいしょ。こっちは大豆に見えますけど、うん、多分大豆じゃないですかね。こういうのたまりませんね。製造年月日は書いてないけど、製造者の名前書いてありますね。太鼓さんです。太鼓さんが作ったリンゴです。どれでも一個。青森の人、感覚的どうですかね。これ安い方なんですかね。一個25円とか信じられないぐらい安く感じるんですけど。これはちょっと重いからこっちのに入れとこうかな。一袋。あ、白いんげん。あれ大豆じゃないのか。リンゴの。4個で400円じゃないと思うけどな。違う、釣りはいらねえ。この。石原さんに。100円で買って送料が1000円とかですよね。千何百円ですよね。安いなぁ。レタスもなんか売られてるらしいんですけどね。高齢地野菜どれでも1個。レタス100円。まあ今日の夕食の後のデザートに1人食べますかね。あ、そうだ。バイクの凸の人、ピースしに来るってんだったらですね、少し前からピースしてください。そしたら投げつけますから。でさ、受け取ってパシッと受け取ってさっそうと走り去ってください。1000円投げつけ、ああでも相対速度が上がりすぎてよくないから、私が後ろに向かって投げるんでそれに追いついてください。でも実際1個持って帰ってほしいな。4個丸々食うのはちょっと多いんで。バイクの人はそもそも今いるんだろうか。高いで。いいなこういうの。イベント的にでかいですよねこういうのは。どっか安いですよね。まあでも味次第かな。多少出来悪くても100円だから今のうちになんか許すとか言っとこうかな。猿に、そうですね、無人販売にしてもすごいな。こっちの相場なのかなこれ。ちょっと砂がうおー、でこれ醍醐味ですよ。うおな、進めなくなった。うわ、滑る。あ、マイクが。うわ、何この歩道。歩道にやられた。うち、滑る。なんか湿ってますここ。出る。そう、重くて進めなくなり。ふう。まだドロドロですね。ふう。泥の歩道が。やった。うわ。大雨の、ああなるほど。いや余計なこと。うわあ。ふう、落ち着いた。で、あとは道の駅であったかいもの飲もうかな。今回の旅行はなんか総合的に結構楽しいんですけどね。雨になんか降られたりもしたけれども、なんかネタ多いと思う。
うん。たくさん、ああ。なんか楽しいな。ホットソフトクリームで。アイスクリームのフライってありましたね。天ぷらか。で、今回は、こうやっていつも時間ギリギリになってるけど、その分遠慮せずに、遠慮せずにゆっくり時間かけてる気がするな。そうです。女性、ああ、そうですね。あの時もなんか、お名前なんと言えばいいですかとか、そういうの一切聞いてなかったですね。前確かそれで全部の人聞いてたのにな。アナグマですか。アナグマってテンションそうでしたっけ。上がってましたあの時。お、見知らずやりましたね。あ、私がありましたかですか。ありました。いや、友達申請じゃなくて、この人たちご存知ですかって、なんか女性のアカウントをたくさん Facebook から送られてきて、 Facebook って嫌だなと思って、アカウント確か消したんじゃなかったかな。なんか Facebook さんが女性のアカウントいっぱい送ってきたんで、なんだ Facebook ってと思って、確かその時アカウント消しました。消したと思う。確か消したと思う。よく覚えてない。スパム、ん？何がスパム？Google プラスも、YouTube とかで連携して、おぉ、消しても、なんか、一定期間復活できるんでしたっけ？おぉ、リンゴリンゴ。これって、去年来た時も見たっけ？なんか見たような気もするな。青りんごですね。ガードレールというか柵の模様が青りんごです。なんか来たね。ん？来た。リンゴうまい。昨日食ったリンゴは本当に美味しかった。赤白バージョン、確か、うん、あ、何じゃね。お、信号機だ。久しぶり見た。爆弾マーク。何がうるさくない？甘すぎる。うん、極端に甘くなってきてるのありますよね。で、そういうのに慣れてると、ちょっと酸っぱいのを食べるととんでもなく酸っぱく感じる。この辺りの地名はくず川って書いてある。うん、本名推奨。まあ別に隠すつもりはないんですけど、私は自分のこういうスタイルを表す言葉としてサイクリストって言ってるんで、それを使うなっていう風に持ってかれてやですね。別にそんな本名を隠すために使ってる名前じゃねえのに。だって本名だけだったら、名前によって情報を伝えることができないですよね。別に平気だったらいいんですけど。うん。お、小さいおっさんがいる。じゃない。小さいおっさんじゃなくて少年だ。小さい少年でした。麦わら帽子ですね。おっさんすいません。ここだけにあるな。夜、そうですね。
夜はちょっと怖いな。イベントありがとうございます。ロダン考えてる少年。あの欄干のあそこだけにあるっての不思議だな。声あれ、あのYou can fly とか言うわけか。ん、何視聴利用、あ、検索とかウェブ閲覧の履歴が流れたらですね。わかるわかる、それはわかる。お、また結構下り始めた。といっても標高そんなにないんだけどな、まあ、標高も300割ってんのにまだだいぶ距離はある。日陰でももう寒くなった、なくなってきた。ふう。下りです。あそこはまた平地かな。で、野菜直売所がまたあった。あれはどうなんでしょうかね。野菜直売所の相場を見てこよう。さっきのリンゴがどのぐらい安いものなのか。あ、人いるな。一袋、そうそう、それだったら悔しいじゃないですか。悔しいけど、あえて見に行く。うん。霞ヶ関？ん？いやいや、リンゴ以上買わないですけどね。BC に。無人じゃないっぽいですね。ちょっとじゃあ読み上げ小さくして。これだったら多分お互い切れないよな。そこの中に今入ってるんですよ。よっと。やっぱ100円だ。すごい。あ、でも3個入りだ、勝った。さっきの4個入りだから勝った。ツバルリンゴ3個100円、安い。キャベツ1玉50円、やっぱ安い。キャベツ1玉50円ですよ。大根100円が逆に高く感じるな。安い。あ、これちょっと傷んでるのが入ってるな。20100円。でもさっきのより大ぶりかな。そうでもないかな、一緒かな。で、アイヌプラントっていうのが100円って書いてありますよ。何アイヌプラントって。自炊系って、いやいや自炊するわけじゃないんですけどね。まあでもリンゴとかだったら普通に。お、さっきの引いたから大きくしよう。明日のためか。キャベツ重いですよ。ブロッコリーは1つ100円かな、これ。で、なんでこれ全部あの直接、あ、直接あれですね。なんでこれ裏返しに使ってるんですかね。新鮮野菜、レタス。レタスだから、レタスって書いてあるから、これ裏返しに使ってあるのか。違いますよって意味で。あれ？でも、メロンパン。新鮮野菜、レタスって表で使ってある。GoPro1 時間経って切れた。ブロッコリー、ぼっちゃんかぼちゃん。野菜を無駄で持っていかないでください。代金は、やっぱこれ盗むやついるのか。雪解け猛暑、ようやくリニューアルオープンする。リニューアルオープン？いつまで、日曜までです。まあ実質土曜までですかね。日曜は移動日になると思います。当たり前のこと
お金は正確に入れて、当たり前のことなんですけどね。お、足の指をなんちゃらだ。これまた古いな。これでちょっと GoPro のメディア交換。撮られてる。ちょっとあの GoPro のメディア交換しますんで。100円ですよね。そんぐらい正確に、ここが存続する方がメリットあるだろう。カメラが、いや、このカメラ、死に出しても土汚れだらけなんで、これは使えないと思いますけどね。やっと。カメラのためのカメラ。でも、ウェブカメラで、LAN ケーブル引っ張って、家の中の方で録画し続けるというのは実はありだと思いますけどね。で、スタートして、南アフリカ、ウネスケくん。で、GoPro のために、ロス率どうなんでしょうね。そう、ロス率を減らすために今100円入れといてあげてもいいけどな。43、44、45。今なんか動いた。日本で、どうなんでしょうね。海外だとこういうのって成り立たないですかね。撮らないでください。お願いします。そんなに撮るのかな。さすたば。音声、いや、多分ついてないと思いますよ、あれ。あれは単なる威嚇だと思います。あんだけ汚れてて、しかも、サドランプも何もついてないし。あれ、動いてる。でサドランプはあえて消してることないでしょうから、カメラください。あれいい加減古くて VHS かベータじゃないですかね。デザインがものすごい古かったですよ。コイン式、ああ卵とか売ってますよね。そういうのスタンドで、よし。というわけで、とりあえず私がさっき買ったリンゴをお安かったことが分かった。ただでさえ安い中でもう、さっと、うん、総合監視。おー、おばちゃんだ。おばちゃんじゃなかった。小さいおばちゃんじゃなかった。いい顔してますね。またいた。1トン稲だから、おばちゃんだ。あの座り方さらにやばいよな。後ろに倒れたら失礼、すいません。ヤン、お、こういうのもいますね。これマスかな。清流橋、石化の呪いが。ちょっとそれ近すぎです。もうちょっと離れないと、そういうのってあまりにも使い感が出てしまって。うん、今のですか。私高所恐怖症なもんで、結構マスセッカ、石化、アマゴですか。あんなでかいんですか、アマゴって。ああ、山陰ちょっとやっぱ寒いな、この辺りは。標高下ってきて大して寒くなくなったと思ったけど、やっぱ寒い。もう4時だ。10度は以上ありますね。10と15度の間ぐらい、どっか結構寒いです。消えた。今ここがですかね。今日は6時に着くといいなと。あ、関東で。ああ。鶴瓶落とし。キエコか。宿は、堺関温泉。
から25キロぐらいかなと。あ、今ここ、じゃあ出しますかね。温泉いいな。温泉の宿泊棟に。テント配信は今日は野宿はや、また野宿しませんでした。すいません。お恥ずかしいです。テント持ってきてるのに。暗くなるのはですね、ここはあと1時間半後のはず。日の入り、うん、17時28分。18時ぐらいかなと思いますね。テント、まだあるよな。あるある。テント1回だけ。一泊だから。あとはフェリーで寝たっていうのぐらいかな。野宿に近いものといえば。あとは宿ばっかりですね。でも昨日泊まった宿、今朝まで泊まってた、十和田湖バックパッカーズは本当すごかった。2000円プラス朝食400円であの内容ななんて、すごい。20キロ、え、30キロありますよね、まだ。あ、違う、25キロか。まあ、下り基調だから楽勝でしょう。寒いのかな。いや、この間襟裳岬に泊まっ、襟裳岬のキャンプ場に泊まった時には、あ、炎症来てないですか。チェックするか。襟裳岬に泊まったのキャンプ場泊まった時には全然寒くなくて、なんだと思ったんですよ。バンクはほぼ来ましたよね。延長できてないかな。延長延長、あ、できてますね。大丈夫です。で、気泡は進んでないかな。進んでない。よし、よっと。ユースの、あ、川湯グリーンですかね。あれはレストランの、夕食はレストランで、朝食も良かったんだよな。朝食は、まかない、名札がついてて、おばあさんに、まかないバーって書いてあるんですけど、まかないバーの、あれ、山下さんだっけ？ちょっと話好きってレベルじゃないところがあれなんですけど、本当に朝食むちゃくちゃ美味しかったです。フキのジャムとかが珍しくて、フキのジャムは食感としてはイチジクのジャマ、イチジクのジャマーじゃないイチジクのジャムとかになんか近い感じがしました。美味しかったな。で、その時もらったクッキーとかせんべいはまだ後ろに入ってます。イチジクジャマー、あれは何、あ、黒石か、黒石だ。梅雨そばで、梅雨焼きそばでしか私は知らなかった黒石。2-3キロ、黒石市のマーク変わってますね。なんか亜空間の亜みたいな字だ。岩木さんはどっち、ん、網走、今いるのは青森県です。秋味は焼きそば、私も食べました。昨日新青森 駅の駅ビルで食べました。まあまあまあですかね。割となんかこってりした感じでしたよね。あ、こけしだ。こけしプラスだるまみたいな感じ。ようこそ黒石でこけしがあるってことは、黒石がこけしなのか。もうすぐ虹の湖だ。虹の湖、あと5キロだね。うん、5キロ。こけし、イベントありがとうございます。弘前駅で、それの5キロぐらい手前が宿ですかね。とてもほら、顔2個しかついてない。電動じゃないと思うな。電話じゃないと思うな。兄貴のこけし。集めない小中学校。ん？ Google。電動か。よっと、と、と。うわぁ、夕暮れになってきた。予想外になんか十和田湖出るの時間かかりましたね。なんであんなかかったんだっけ。
乙女の像とかで裸裸とか言ってたのは良くなかったのかな。あとはあの田沢湖と勘違いしてるおっちゃんの話が面白かったり、いや俺前来た時1匹しかいなかったからとかすげえこと言ってた。峠がそうですね、上まで登って一気に、いや山間部はあの再起動黒石温泉、温泉地を抜けてもうちょい下ったら山から出るんじゃなかったかな。名刺、それはタス小僧ですっていうふうにガイドさんが言ってもなんか一回では納得してなかったですね。イベントは今日いろいろあったな。今日もかな、なかなか満足。というわけで1回も漕がずにっていうのはちょっと今破ってます。平地か、じゃあ風向きによっちゃ漕がなきゃダメですね。スバフラ橋、今それほどは寒くなくなってきました。上の方寒かったけど、弘前から北上して五所川原行って、であとは青森空港か新青森駅かに、ん、いやツアーの中の人でしたよ多分。さっき津軽平野、ああ津軽平野になるんでしたっけ、あの五所川原とか弘前は。前来た時は海沿いに行ったんで、あの平地のあたり走ってないんですよね、去年来た時には。おお、ツーリング装備、原付で。平川市中心街で17キロ、平川のゆっこへどうぞ。五所川原でもネプタやってるんですかね。去年来た時はネプタやら何やらいろんなお祭りを集めたイベントがあるっていうんで、あの新青森駅の帰る直前に行ったんですけどね、あの土日曜日を間違えてました。ん、画像止まった、あ車の今止まってるんですか。じゃあ黒石市街あと18キロ、あ道の駅があと何キロ、2キロ3キロ、道の駅虹の湖まであと虹の湖までか、あと 3.7 キロ結構あるな。ふう、あれもう虹の湖越えてます。いや虹の湖の道の駅まであと 3.7 キロです。最終日のオチでしたね。最後がっくりして三内温泉行って風呂入ってネプネプタネプタ、標高220ですね今。車がでもさっきまで結構長い間つながってたみたいですね。え、虹の湖温泉越えてる。まあでも予定ルート通りですけど、なんか見落としましたかね、見るべきものを。消えた。ん？ナビですか？あの GPS に走行予定ルート入れてるんで、今自分がその予定ルートのどのあたり走ってるかっていうのは分かります。ただナビまではさしてないので、あのそれましたとかいうアナウンスはしないので、あ今のもしかして対岸に渡った方が面白かったかな。カクカク。あの株主優待券1枚あるので、それ使えば安く買えれるかなと思ってます。でも油断してるとなくなってるかもしれないですね、株主優待枠も。あれって普通の
普通の運賃枠と 共同です、共通ですよね。この先ダムの反対側、湖の反対側行ったら変なところに連れて行かれるな。山越えて戻ってこなきゃいかんのか。まあ、こっちで行こう。今なんかダム湖の横に来ました。ああ、日が経って暖かい。今ダム湖の横の、ああ、なんか水があまりない。おう。ねぶたとねぶたって使い分けてあるんですか、場所によって。同じもんだと思って、まあ同じもんなんでしょうけど、単に両方の呼び方があるのかと思ってた。場所によってねぶたねぶたが違う。本当に立ちねぶた？うん。立ちねぶた？なんかおだてぶたみたいな。スバル養鶏場、ランプの宿、青鬼温泉。確かどこか行き止、あの行き止まりの山道を登って行ったらランプの宿がある、ランプの宿があるって、この辺りだっけ。あんまり寒くなくていい気分になってきた。変わった。まだ暖かいですね。今あのかなりあの暖かい、全然寒くなくて気持ちいいです。あ、道の駅までもう着いた？まだだろう。あ、来ました。電波か。道の駅虹の湖まであと2キロです。よっと、あれ、よし。虹の湖公園ふれあい広場。ランプの湯で有名なとこっていう。1時間半。まあ日暮れ18時前。ん？何がタワー型？ようこそ黒石へ。黒石用されてるのあれ踊りか？右手今登っていたとこですよね、山道を。あ、手振ってる、手振ってる。リンゴいりませんか、リンゴ。今見えた、見えた。あ、行ってしまった。両手で振ってましたよ、バイクなのに。よくできるな、あれ。見えました、見えました。よっと。本当にすれ違っていったな。よく見えた。両手上げてましたよね。また後ろから追い抜いていったらリンゴが足そうかな。すごいすれ違い方だったな。デコモノさんじゃなかったら。じゃあ私の後ろから迫ってたバイクの女性とかに手振ってたら。こんだけなのかな、どうだろう、後ろから来るのかな。後ろから来たらリンゴ渡すのでぜひ。で、今この瞬間には見てないか、今走行中だから。もうしばらく来てから行ってみようかな、リンゴで。
オーゾン？リンゴ、そうですね、リンゴ格安の200円とかで、一玉300円のところ200円で。あ、これ変わった構造してるな。歩道の区切られ方が変わってる。聞こえなかった。そう、お安い200円で。今の人はあのリスナーさんだったはずです。ああいうあそこまで手振るってことは多分さっきのコメントの人だ。乗せとけばカッパライか。お、あれ光って、あ、反射か。で、黒石温泉郷まで6キロ。リンゴ詐欺、空の平高原温泉。すごいな。確かあのコメントもらったのバイクの人は午前中でしたよね。どれだけ待機してもらってたんだろう。あ、それさっきのバイクのトツの人のとこ、イベントタグ書いてもらったかな。ん？頭にリンゴ。ん？何ハウス？うわ、あ、これダム湖か。なんだこの川と思ったら、今ダム湖の横を来てるんだった。こんな広い川があるか。うん、あのさっき野菜直売所のとこで買いました。切れたんで。なので今も動いてます。書いて早すぎて、あ、ありました。よかった、ありがとうございます。じゃあさっきの人が自分が通過する瞬間を見ることもできますよね。あのさっきの人がプレミアム会員だったらですけど、プレミアムご、あのプレミアム会員ご登録いただいているのであれば。あ、電波か。いらっしゃいませ。虹の子まであと 500m。GPS ログは大丈夫です。ありがとうございます。あ、見えとこやったんだったら大丈夫ですね。あ、でもさっきの人は自分がすれ違った瞬間の時刻とかは抑えられてるだろうから、それでもわかるかな。上に道が、車が登っていく。またイベントが1個増えてしまった。リンゴ、いや邪魔じゃないですけど、1人で4個は多いなと思って。だからあのさっきの方が来てくれたら、走ればリンゴ1個渡そうと思ってました。道の駅到着やった。レストランとか別に自販機でもあったかいものがあればいいかな。リンゴ4個はちょっと重たいですかね。よくわかる。あ、動いた。あれかな、あれの電波があるからかな。あ、あったかいのある、ある。さすが山の方。といっても、で、一個だけか。で、津軽りんごソフトクリーム。わあ、今寒くなけりゃな。ミキサー、あ、りんごですか。りんご果汁 32% ソフトクリーム津軽りんご。ありがとうございます。夕飯は、いや、夕飯は頼んでないので。
リゴソフトはちょっと今なで、やっぱりここ黒石つゆ焼きそば置いてありますね。黒石焼きそばか、つゆ焼きそばっていうんじゃなかったっけ、釣り堀。そんじゃどうしようかな。なんかあったかいものを、時間的には4時半近くですよね。まあ自販機でいいか。中でわざわざレストランで買うこともないかな。今の、あ、こんにちは。今顔大丈夫ですか、顔は。じゃあやめていきましょう。やってきます。よっと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 、お疲れ様です。お疲れ様です。わらわら、青森にええ電車行って来られてる方がいるっていうことで、ちょっとええ、ありがとうござい来まましす。た。さっきの両手話の時ですあ、はいね。はいはいはい。で、ちょっと私も渡すものがあるので。やっ密た集なってわけじゃないです。2、3年ぐねらい前に八王子にいらっしゃってるのを見て、え。ああ、ちょっとそこからよいしょ。そう、ちょっと今渡すものを入手したんで、よいしょ。お山へを。よいしょ。あ、でもこれは割とよくあるスタイルですよ。自転車乗りで。ええ。ああ、膝痛めてしまうとずっと痛いんですよね。ええ。じゃあちょっとカメラ向こう向けといて、あ、そっか、この中に。いや、ただ宿は夕食頼んでるわけじゃないんで、ええ、暗くなっても月は大丈夫です。で、渡すものが一つがこれと、まあほとんどただの儀式なんですけどね。ちょっと音だけ聞いててください。これは録画して YouTube に上げるためなんですよ。こっち側の放送用です。だからこれ隠して、今こっちが顔映っちゃったんで、私は後で覚えておいてモザイク処理しなきゃいけないんです。あ、別にいいですけど。あ、そうですか。多分そんな映ってないと思うんで。ちょっと少し離れればこれ映してても大丈夫ですかね。バイクの方。はい。こっちやめとき。あ、やめときます。じゃあ GoPro の方もやっぱモザイクはした方がいいですよね。この方は。というわけで、自転車、趣味名刺なんですよ、これ。これが全部一緒で、あちこちの沖縄、霧ヶ峰キャンプ場、乗鞍、これは伊那っていう、飯田線のところで、礼文島、礼文島ってことですか、北海道の一番北限のあたりの離島なんですよ。ここにユースホステル、日本で一番気違いのユースホステル。有名なところですよね。この時上から声かけたら本当に出てきて、おー、旗振ってました。すごいな。と、あと能登半島のすげえマイナーなところの夕日なんですけどね。まあ、どれでも裏一緒です。夕日で、やっぱり夕日人気あるね。ありがとうございます。もうそれは放送とかやってるよ前の古いやつなんですけどね、写真が。というのと、あ、皆さんもうちょっと待って。あ、笹かまぼこで、ここで読み上げ聞いてます。これ100均のやつです。おお、はい。100均のやつを生主さんの知り合いの人が改造したものを送ってくれて、すごいな。100均なのにボリューム調整が無理やり後からつけてあるんですよ。すごいっすね。工作してあって、で結構聞こえますね。ええ、だから周りの人が来た時にはボリューム下げて、でこれで100円って当たり前なんですよね、こっちだと多分。あ、いや結構安いと思います。ですよね。市内とかに行っちゃうと、ええ、ちょっと高いかな。なので、これ1個持って行ってもらうことできます？あ、はいはい、全然いい。1人で今日夜食うには多すぎるなと思って。ありがとうございます。なのですいませんけども、お願いします。ありがとうございます。あと、なんかお名前を何とお呼びすればよろしいですか。WG でいいですか。WG さん。というわけで、WG さんです。そう、この時突然言うと、なんか考えなきゃいけなくなったりする。で、あと公開するわけじゃないんですけど、はい、個人的にいいですか。これで来る。ありがとうございます。
じゃあこれからも楽しんでいってください。ありがとうございます。今日どこからだったんですか？あの弘前です。実家が。あ、なるほど。私今日弘前の手前のなんだっけ、境関温泉っていうところで泊まるつもりです。あ、だからここからだったらもう二十何キロぐらいなんですよ。北海道でも持ってこようかと思ったんですけど。あ、いえいえ。ありがとうございます。コメントもらいましたよ。あ、はい、一回。あれからえらい時間かかりました。あ、そうなんですか。この荷物だとちょっと辛かったですね。よし、まあ、クロスバイクですね。もう一台持ってるマウンテンバイクがあるんですけどね、飛行機輪行だったんでちょっとそっちが不安で。あ、そっか。WG さん、 WG さん、じゃあこうか、こうか。ありがとうございました。じゃあ楽しんで、ね、失礼します。ありがとうございました。このぐらい離れて後ろ姿だったら大丈夫かな。気をつけて。あの弘前の方ですか。後ろ姿のこっそり写真撮っとこう。ダブル、あの、いや、バイクの写真ちょっと私わかんないですけどね。てなわけでリンゴを1個もらってもらいました。あのロードに、あ、マイク遠かった。いらないもの、いらないものってなんか感じ悪いな。あのロードに乗られてるそうですよ。よっと、よし。ロードバイクに乗ってるんだけども、なんか坂道登ったら膝痛めたとかで、東京まで行こうと思ったけど、その時膝痛めたんで行けなかったっていう話でした。やった。なんちゃん、あ、そうですか。結構若い人ですよ。20代かな、学生さんかな。その人の、いや、初老じゃないです。若い人ですね。あ、そうだ、高いもん、これだ。タレ？あ、タレですか。それあんまりです、いくらなんでも。お、じゃあ。弘前か。でもここまでも20何キロあるんですよ。30キロぐらいか、弘前。うわ、加速すごいね、やっぱバイクは。いい、青森の人にリンゴをあげる。うん、そういう青森の人でしたね。二人にとっては新たなスタートやね。新たな。じゃあ、あったかいのここしかないですよね。リンゴ、わらわら。リンゴもらってもらいました。自販機あんけはよ。自販機あんけ、いや、温かいものしかないので、あとは中で買いなさいよ。中で会えたか。ブラックコーヒーの気分じゃないから、タリーズブレンドの、バリスタブレンドかジェントルロースト。中で買いなさいって。なんで中で買わなきゃいけないんですか。なんで。え、どういうメリットがあるんですか。そこのところ、あの140字以内で教えてください。中で買った方がいい理由とは。はよ、140字はよ。中の方が安い。安い、本当に。コンポタがいいな。コンポタない。安いぐらいだったらもうすぐ買っていっちゃいます。250。楽しめる。ただ中を映すのもなんか周りはあまりしにくいんで。5、4、3、2、1、0。はい、もう決めた、もう決めた。しかそう、私もそれが結構気になって。もう遅い。ああ。餅があったとしても今はもう日が暮れるの優先で下りますから。でもちょっとトイレ借りていきたいな。あちあち、地元に、あ、そういうのあるかもしれないな。確かに。まあすいません、ここは私は急いでるっていう方向で。18ですね。もうこの辺り実質的に日が暮れてるし、山の陰で。早く買って、早く飲んで。
温かいものを飲むと本当に体冷えてるのが分かるんですよね。そう、地元に落ちるっていうのはでかいですね。うわ、染み込む。あんまり感じてなくてもこの温かいものを飲むと体が冷えてるのが分かるんですよね。あ、また消えてますか。分かりました。うん、あ、手も落ちますか、本当に。で、ちょっと離れすぎたかな。延長どれどれ、あと20キロぐらいじゃないですかね。あ、延長できてます、大丈夫です。で、今ここ出して、駅ですかね、大丈夫ですかね。そのあたりの仕組みよく知らなくて。触れ合った方が、うん、まあそれは確かにそうですね。トイレはどこだ、トイレ。青二温泉、ランプの宿のとこですよね。あそこまではだいぶ登んなきゃいけないはずです。山、あの細い山道を。無理しない程度に頑張って、うん、無理しない程度に。コーヒー、いや、あのもともとちょっと行きたかったんでここで言っていきます。体力差、ああそうそう、人に合わせると結構きついですよね。落合温泉、あれ黒石温泉っていうのはどこだったの。これひとまとめで黒石温泉郷か、なるほど。兄貴、よいしょ、すっかり兄貴。虹色はどうなんでしょうね。エクスペリアレイはショッキングピンクありますね。なんていう名前の色かわかんないですけど。トイレも外で、なんで。じゃあ軽量化してきますんでお待ちください。さて、暗くなる前に急がにゃ。トレビの泉も時があるんだって。ぬるい湯、手洗った洗った、本当に洗ったから、本当に。何グラムの、100グラムは計量できたかな、そんぐらいですかね。あまり出ませんでした。ログが。